い、ということで皆さんはこんばんにちは、ダッキーです。先日鈴木の方からハガキが一通来まして、なんやこれ思って中を確認したらですね、今乗ってる鈴木の GSX-S125 の21年式の、ここに乗っけときますね、型式、この型式のものに対して鈴木が無償で対策品をお付けしますよっていう旨が書いてあったんですよね。なんでハガキもらった翌々日ぐらいですかね、東京の四つ木っていう、あの葛飾区にあるんですけど、そちらの方に行ってまいりました。それでなんでその今回その対策品に交換するかなんですけども、その21年式のこの型式だとバイクの電源をオンオフしたりするときにICU の方に電源流れるんですけども、その流れる電源があまりにも大きすぎると ECU が傷ついてしまうみたいなんですよね。それで最悪の場合、規定している以上の電流が流れてしまったせいで故障、不具合が起きてしまう可能性があるっていうことだったんで、そのキーをオンオフした時に大きな電流が流れすぎないように対策品、確かサブリードワイヤっていう名前のものだったと思うんですけど、それをねちょこっと付け加えてあげると、その ECU に対して決まった電流っていうんですかね、一定の電流でしか流れないようにするというか、あまりに大きな電流が流れすぎないようにするっていうことで、そのサブリードワイヤっていうのを付けましょうっていうことでした。で、実際もう作業やってもらったんですけども、作業自体はそんなに難しくなかったみたいで、30分、40分かからなかったかなっていうぐらいでしたね。はい、それでですね、今回のこの無償の修理キャンペーン、サービスキャンペーンっていう名前だったのかな、確か。これは、去年僕が動画にしたね、ECU にちょっとエラーが起きちゃってエンジンかからなくなるっていうものとは、またおそらく別の、問題なんだろうなと思いますね。なんか別にその ECU 自体を交換したり、どうこうしたりするっていう話ではなくて、あくまでも、ECU に流れる電流を調整する。それに付随するもの。はい、ということで S125 に乗られてる方は、おそらく続きからハガキがね、出ると思いますんで、ぜひね、時間を見つけて ECU が壊れないように早めに修理かけた方がいいのかなと思います。 R の人にも聞くのかな。それしないと最悪 ECU が壊れるっていう風に言ってたんで、ショートしちゃうってことなんですかね。大きな電流が流れすぎて、普段こんなしか受け付けへんのに急にこんな大きいのやられても困るわみたいな感じで。それで去年僕が動画に出したあの ECU が故障してしまうっていう件なんですけど、なんか2022年に入ってからですかね、なんかあまりコメントでも同じく同症状で壊れましたとかいう人があまりいないみたいなので、もしかしたら2022年式からもう対策してあるものに変わって、だからそれに関しては特に何もしないってことなんですかね、多分。ECU 壊れてしまったら本当に大変なことっていうか、もうエンジンつかなくなりますからね、他の部品は全然大丈夫なのに。なんでぜひね、早めに行ってもらえればいいかなと思います。ちなみに自分の S125 は最近ね、4万4000ですね、4万キロ超えて、一応大台の5万キロまであと6000もないな、5000ちょいですね、6000ないぐらいですね、になってきました。果たしてこの S125 はね、どこまで走ることができるんだろうかっていうところですよね。本当にもうダメになるまで乗り潰そうかなという気持ちではいますんで、まず何かね、この S125 に関してトラブルなり、いろいろ起きたりしたら、また動画にしてね、皆さんと共有しようかなと思います。はい。それじゃあ今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは引き続きね、バイクに関連する動画どんどん上げていきますので、ぜひね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。